どうも、ガスベラチャンネルです。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今回はですね、デイリストバック、レジェンドディレストフェン6が、はい2019年11月の9日に発売されます。はい、こちらの方でですね、パッケージの闇遊戯のブラックマジシャンデッキが強化されるっていうことで、こちらの方で今回遊んでみようというところで、ブラックマジシャンデッキで、はい対戦するということで、そちらが闇遊戯のブラックマジシャン。はい、僕が遊戯の何かデッキ。要は、新カードに昔のカードで戦ってみたいなと思ったので、ちょっと凝ったデッキを作ってきます。ちょっと対戦して、どんな回り方になるかなっていうのを見せれればいいかなと思います。はい、ちなみに11月9日、僕の誕生日の次の日なんで、いやでもね、桃肉さんが何かくれるんだろうな。年上だからな。じゃあ、サプライズとして何も送らないって。はい、じゃんけんぽん。成功。はい、はい、お願いしまーす。おお、よし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 、来た。さすが3枚積んでるだけある。おじゃあ、先行いきまーす。俺のターン、はい、ドローないよ。はいよ。融合剣じゃあつ。はい。懐かしいね。デッキからね、融合って名前の融合ついてる融合。うん、まあ、そうね。融合をサーチします。何が何でも融合したいよって。融合したいよ。はい。さらに、融合長編発動。はい、はい、エクストラデッキの融合モンスター1体を相手に見せると、はい、その融合素材1枚持ってこれるんで、僕は幽玉幻獣キマイラを相手に見せて、はい、この融合素材のモンスターを手札に加えます。は僕バフォメット加えていきますね。バフォメットか。バフォメット加えます。はい、はい、じゃそのまま融合しちゃおうかな。はい、はい、バフォメットとお手札の沼地の使用で融合召喚幽玉幻獣キマイガー。あ、そっか、ここ出るんだね。そうですね。こちらじゃないんですね。今、ルールがね、マスタールールなんで、うんうん、こちらに出ちゃうんですね。そうか。はい。表に僕はそう、そう、表と闇が合体してる、遊戯なんで、そう、幻獣、幽玉幻獣キマイガーで扱っちゃうんですよね。あ、はい。はい。さらにですね、カードを1枚セットして、はい、でですね、やっぱ9カードで新カードに勝つっていう展開、はい、面白いじゃないですか。まあまあ、やりたいなと思って、はい、で原作だとほら表遊戯がさ闇遊戯に勝つのに、うん、封印の黄金室でね死者蘇生をしまってたから使えなくって勝ったっていうのがあった。で、あれやりたいなと思ったんだけど、うん、どう調べてみても封印の黄金室にそんな効果はないんですよ。OCG 版ではね。そうだね。なので、うん、似た効果あるものないかなと思った時に、はい、こういうカードあったんで。これだ知ってるかな、禁止令って言うんだけど、カード名一つを宣言すると、ね、そのカード使えなくなるっていう素敵なカードで、ほら、不意の動きとね、完璧に再現してるんですよ。完璧かな。完璧でしょ。なんで僕はね、カード名を宣言しようと思った。何のカードでしょ。ブラックマジシャンっていう。ブラックマジシャンっていう。コンセプト、止めるな。このカードがある限り、うん、ブラックマジシャンをもう出すことはできないです。オッケー、わかった。じゃあ僕もね、反動をね、キマエラのために全て使ってしまったので、こいつのために。キマエラの様のために僕は全てのネタを使ってしまったので、うん、このままターンエンドしていこうと思います。マジで何やってんの。でも見てください、攻撃力2100なんですよ。確かにブラックマジシャンじゃないと超えれない。超えれないですよね。さあ、じゃあ貴様のターンだ。どうし受けてた。さあ、デッキからカードの剣を引けって言っても、もうブラックマジシャンガールを出すしか突破手段ないけどね。ないね。ガールを出した上に、さらにブラックマジシャンを落としてないと、打点的にもどっちかわかんない。キマイラさん2000かかるんで、うん、超えれないですね。出ないね。はい。で、あれでしょ？ブラックマジシャンを出すカードはいっぱいあるけど、ガール直接出すカードってないよね。と思うじゃん？うん。手札の、マジシャンソウル発動。何それ？新カードか。新カード。はい。何ができるの？効果で、うん、レベル6以上の魔法使いのモンスターを落とします。ほい。で、出します。インチキ、うん、ちょっと待って。インチキ、インチキ。俺今手札めちゃめちゃ使って、このレベル6のマスター出してるの、お前手札1枚で出すのかよ。インチキではないから。インチキ、うん、このカードを送ったら墓地のブラックマジシャンガールが手札できる。ああ、蘇生できるんだね。蘇生できるんですよ。インチキ全然インチキじゃないし。もう俺手札全部使ってこれ出してんのに。お前1枚で出すのかよ、お前。そうね。さあ、でもね、キマイラ様攻撃力2100ですから、うん、2000の小娘では超えないんですよ。
だからこいつあれだっけ、墓地のブラックマジシャンの体数だけ攻撃力上がるんだよね。そうあるんだけど、だからまあブラックマジシャン落とせないと、落とせないと辛いんだけど、辛いんですよ。ただそれを進化するのが、はあ、ティムの様のこと。え、ちょっと待って、はい、ブラックマジシャンしか受けないの。ブラックマジシャンモンスターに、あ、そっか、ガールが取るとブラックマジシャンなんてこいつブラックマジシャンカードにティムの様のこと発動するおお、どうぞ。融合召喚ブラックマジシャンズインチキじゃない。手札あるって2枚でしょ今使ってんの。2枚俺こんだけで使ってキマイラ出してんのに君2枚でしょ2枚。これ何ができるの。ね、うん、まあ魔法をね発動されたら、うん、いつまでどうでシンプル強い、うん、おはい、しかも魔法トラップだったらそのままセットできます。おお、ブラックマジシャンじゃないんで禁止令も効かない。そうですね、はい、完璧な解除方法で、あくまでブラックマジシャンをあの規制するためのカードなんでね、はい、ああそういう抜け道あんのか。はい、どうぞ。で手札からマジシャンスロット通称はほい召喚権まだ残ってる。あ、そうだね、はい、さっきの特殊召喚だからね、はいはい、マジシャンスロットで手札に加えるカードがデッキからブラックマジシャンのカードを加えるね。言われますよと指定の期間。あ、あれだ、アニバーサリーパックのやつ。はい、はい、プラン A は潰れてるわけです。プラン A は潰れました。はい、まあでも2800だからなあいつは。全然プラン B があるんだね。はい、はい、全然大丈夫。バトルフェイザーそれ伊達突破っていうんじゃないですか。はい、強行突破っていうね。 OK だと。ブラックマジシャンズで、キマイラにアタック。 OK、 リバースカードオープン。おマジシカルシルクハットってしてる武藤遊戯さんが使ってたカードなんですよ。おーマジでめーだけど、デッキから魔法トラップカードをモンスターとして、はい、フィールドのモンスターに混ぜて使えるんですね、はい、この迷い風とマグネットコンバージョンっていうのがあるんで、こちらの方をモンスター使いとして、はい、混ぜていきますよといったところですね、はい、ちょっとお、この中から選んでいいの。じゃあ待って、間違え違う違う違う、この中から選んでいい。バレバレになっちゃうんで、うん、融合賢者をじゃあ、バフォメットさんは扱いとするので、はい、はい、これ、混ぜますね。混ぜ混ぜしますよ。はい、じゃあ、ブラックマジシャンでアタック。オッケー。ここそこ。よしよしちょっとね、俺のキマイラさん何もいいとこない。じゃあ、返されます。はい、でも、キマイラさんには効果があるんですよ。ほう。はい。なんかあったかこいつ。破壊されると墓地のバフォメットを蘇生できるんです。あ、戻ってきまーす。戻ってきた。さあ、マジシャンズロートでは超えれないので、いくらでもこの魔法トラップは。そうじゃん。はい。イェーイ。イェーイ。あれ、おっせ、あ、ダメだ、これ。これがあるからこれ余裕じゃんと思ったけど、これあれだ。エクストラデッキからモンスター出た時にしか使えない。ダメ。全然ダメだ。OK、じゃあ、手札から、ルドラの魔導書を発動。おう。はい。で、マジシャンズロート対象にしたい。よく。あ、そうか、魔法使いさせてね。うん、どこでいいの。はい。で、これに、チェーンして、こういうとこが。あ、魔法発動だからか。はい。はい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 。で、ドンキ。で、魔法トラップだったらそのままセット。あ、魔法したところで。魔法だったのね。はい。で、こいつの効果で、スドロー。ハンド何枚？ハンド5枚。そんなにやってて5枚もあんの？僕ゼロよ。うん、そうだよ。バホメットサバだけよ。今いるの。続いて、黒の魔導士の。あー、オッケーです。デッキトップから確認します。で、好きな順番で戻すのと、ブラックマジシャンカードを加えるね。はい、はい、で、関連カード、関連カードを加えます、ね、はい。これで加えるのが、ここはこんな複数なの。4番ですか。オッケーでーす。続きに、はい、そしてテストの枚数減ってないよね。減ってないんだよね。盤面増えてるね。盤面増えてる。俺、ヘビっぽいなったけど。はい、どうぞ。で、1枚。おう。2枚ですよ。おう。パターンスキルはな。じゃあ、マルジカルシルクハートの効果で出たモンスターは破壊されるので。はい。はい。じゃあ、このターンいきまーす。はい、どうぞ。じゃあ、ドローするよ。はい。OK、じゃあ、いきまーす。はい。バフメット様1800しか響くない。うん。プラン、じゃあ俺も B でいこう。おう。オッケー、じゃあ、エレクトロマグネットウォリアアルファを通常召喚。はい。効果集どう。じゃあデッキからベルセリオンサーチしていきまーす。はい。はい。なんかこれのあれね、マグネットバルティリオンみたいなね。はい。サーチしていきまーす。はい。で、そいつの攻撃力に勝てないので、はい。ターンエンド。1800。
じゃあ、エンドフェーズに。はい。永遠の魂を発動。はい。で、トラップカード発動したので、はい。手札から、マジシャンオブブラックビジョンを特殊召喚。ああ、はい、OK です。はい。で、チェーン2だね。チェーン1でサーチ効果。チェーン2、はい、チェーン3。チェーン3。はい、ドロー効果。ブラックマジシャンの効果で、ワンドロー。はい、ワンドロー。はい。で、イリュージョンが特殊召喚されて、はい、永遠の魂の効果で、ブラックマジック、ね、マジックか。はい。はい。この手札に加えます。OK です。はい。で、ブラックイリュージョンが特殊召喚されました。はい。こいつブラックマジシャンとしてもらって。ああ、そうね。フィールドだとブラックマジシャンにはなるんで。黒の魔導士の効果と。はい。禁止力開始。ああ、除外ね。あ、除外だ。ああ、除外ですね。これでブラックマジシャン出れるようになったのか。そうそう。ああ、しんどいね。しんどいね。よっしゃ、これで、だいぶ楽になった。じゃあ、カンドロー。はい。はい。バトルイズ。おぉ、はい。ブラックマジシャンズで、アルファにアタック。効果発動。はい。自身を探って、デッキから、マグネットウォリアに入れ替えます。マグネット、ベータ。ベータに入れ替えます。アルファからベータに入れ替えます。なんか違くないか、お前。なんでもいいんですよ。バトルフェイズは、この、そうですね。で、重さの体数が変わったの、入れ替わったので、もう一回アタックするか、やめるかやめます。やめてもいいんだよ。アタックするよ。やめアタックするよ。やめアタックします。ありがとうございます。はい。いいのでアタック。オッケー。じゃあ、バフォメットが破壊される。はい。ついにバフォメットがいなくなった。やめた。よっしゃ。オッケー。じゃあ、ターンするよ。オッケー。じゃあ、俺もターンだ。ドロー。はい、じゃあ、通常召喚、エレクトロマグネットウォリア、ベータ。おぉ、さっきの、なんかベータで。で、召喚と、したんで、できたら、マグネットウォリアのレベル以下のモンスターをタッチするんで、これで、ガンマをタッチしていきます。アルファ、ベータ、ガンマ。さあ、これでアルファ、ベータ、ガンマが揃ったので、まさかこの3体を除外して、はい。あ、合体するぞ、ベルセリオンだ。3000。3000ですね。オッケー、じゃあ、マグネットベルセリオンの効果発動。はいよ。墓地の、マグネットウォーリアモンスターを除外して、フィールドのカードを破壊するので、これ、魂を破壊すると、すべてのカードが破壊されるので、これ破壊したいな。次にあかん。トラップカード発動。はい。マジシャンズコンビネーション。ほう。で、効果。ブラックマジシャンを、リリースして、ブラックマジシャンガールを特殊化します。はぁ、あ、入れ替えろ。入れ替えろ。はい。で、うん、カードの効果を無効にします。はちょっと、待てよ。入れ替わって無効になるんだ。入れ替わって無効に。は？はぁ、OK でーす。はーい。あれか、しかもトラップ発動だから発動すんのか、俺。あ、そうだね。ワンドローします。ワンドローでいい、ね。はい。あ、俺のターンか。そうだよ。いろいろやってるけど。手札何枚？今ね。なんで俺のターンで増えてんの ?6 枚。なんで僕のターンで増えてんの ?6 枚だね。おかしくない？オッケー、じゃあ、バトルフェイズ入ろう。プラン B だ。おプラン A、戦闘、プラン A、交換会ね。プラン B、戦闘なんだね。両方ともね。両方ともそれ。はい、オッケー、じゃあ、ガールインパンチを。オッケー、じゃあ、エスケープ筋で。マジックね。魔法使いを、さっきって、ブラックマジシャンを、はい。ブラックマジシャンガールを、さっきって、ブラックマジシャン2枚を手札に加えます。オッケー、ブラックマジシャン2枚手札に加える。加えます。はい。いやー、きつ、これ。パンチ、まあ、手札に入ったけど、うん、こいつの効果を使いたい。ああ、なるほどね。はい、はい、200ダメージ受けます。 OK だぞ。破壊されたブロック効果。おブラックマジシャンが2人に分かれるぜ。ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールを特殊感。どっからでも特殊感、ね、あ、手札から墓地から、はい、です。え、すごい良くないよ。俺のターンだよ。何度も言う。あのね、もう生きてこがち。で、魂まだ打ってないんだよね。じゃあ、タイムで。あ、じゃあ、エンドフェイズで。の魂でブラックマジシャン、特殊を。はい、除外すんの？しないです。あ、しないの？しない。はあ、どうぞ。はい、何か、あるのか。まあ、A の魂で、うん、もう一体ブラックマジシャン。はい。はい。はい、除外すんの？これはまあ、どうぞ。しないです。しないです。はい、どうぞ。はい、いいのかい？完全にナメプレイ。そうですよね。まあね、攻撃力でこいつを超えたいん。あー、そういうこと？はい。超えれるぞ。裏マジは。裏マジは3000を超えれるぞっていう。裏表遊戯を超えれるぞ。闇遊戯はって言えるところ。見せたいのね。見せたいのね。見せたい。はい。ということで、手札から、ブラックチェインバースト。
あー、はい、なんだっけこれ。ブラックマジシャンガールの攻撃力分、ブラックマジシャンの攻撃力を上げることができる。おー、でも上がってないよね、これ。うん、だからまあ4500なんだけど。あー、なるほどね。そうしたかったんだ。そうそうそう、はいはい。でもいいのか、これ戦闘で破壊するとこれ分裂するよ。これあの戦闘で破壊されると分裂するんですよ、アムレ通り。バトルだ。アク。おお、勇者。ベルゼルンじゃ破壊されます。破壊された時、今回、じゃあ除外されているマグネットウォリアに分離します。お、分離した。オッケー、じゃあ3体に分離。ここで、はい。速攻魔法発動。ブラックバーニングマジック。なんだっけこれ。ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールが、うん、それぞれいると、うん、全破壊。あ、今でもバトルフェイズですよ。あ、そこ魔法だ。そこ魔法だよ。はぁー。チェンしたい。はい。はい。特に意味ないけど入れ替わっときます。意味ないんかい。いや、だって、こいつらが相手団に入れ替われるんですけど、うん、マグネトウォリアに。はい、ね、チェーン1、2、3で組んでるんで、うん、入れ替わる、入れ替わる、破壊するって、はい、何の意味もないんですよね。はい、すごい。はい、あー、死ぬ魔法が、きつい。はい。はい。俺のバトルフェーズはまだ終わっちゃいない。そうですね。ダイレクトアタック。ダイレクトアタック。はい。ダイレクトアタック。オッケーです。ありがとうございました。初動のブラマジを落としつつ特殊召喚できる、ね、これが強いね、本当に。今回は、禁止令とかいうよくわからんことやられたから。あれだけど、本来だったらあれでブラマジを一気に出せるんだね。で、魔導陣貼ってればそのままタッチして、いろいろ触れるから。そうだよね、触れるから。うん、そうか、1ターン目から動けるようになるんだ、うん、これがあると、うん。はいはいはい。それなのに、禁止令俺は勝ちたいですいや、まあ、初手キマイラもだいぶナメプだけど。ナメプじゃないし、強いし。禁止令もだいぶだよ。ファンデッキ殺しって。禁止令はマジでね。あ、でもね、僕の優しさとして、はい、こっち行くやつもあったんですけど。うん。あ、はい。4000でしかも耐性化を持ってたりとかするやつがいるんですけど、はい、まあ、これ行かないでキマイラだったら許されるから。この組み合わせって許されるかなって思ってる甘っちょろい部分がよくありました、ね、僕の中でね。4500が確かに初手では。そう、結構やっぱしんどいかな。で、やっぱ面白いぐらいの感じになるかな。どう対処するかなっていう、ちょっと見たかったなって言うんだけど、うん、まさかね、手札一枚でそんな、アドバンテージをガシガシ稼いでくるとは思わなかったんで。はい。2枚でここまでいったからね。そうです。ですよね。まあ、というところでですね、ブラックマジシャンデッキ、興味の人ぜひ、11月9日発売予定の、デュエルストパック、6の方。購入してみてください。というわけでですね、はい、お相手はトフト。モミクでした。それじゃあ、明日今日はお疲れ様です。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。